スヌーク。スヌークは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、赤カメカに近縁な、セントロポマスカに属する大魚の総称にちなむ。スヌークは1942年4月17日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1942年8月15日に、 潜水艦 S-27 の艦長としての英雄的活動で海軍十字章を受章したジームズ・シー・デンプシー・中尉夫人によって命名、浸水し、1942年10月24日に艦長チャールズ・オートライベル少佐、アナポリス1929年組の指揮下収益する。ニューイングランド沖での成長訓練後、スヌークは1943年3月3日に、 太平洋に向けてニューロンドンを出港し、新珠湾に到着52日間在泊した。4月11日、スヌークは最初の紹介で東、シナ海及び航海方面に向かった。4月30日に上海付近に機雷施設を行い、その後は北上して航海の中国沿岸を巡航した。5月5日、スヌークはの大連沖で2隻の輸送船を発見し、 追跡を行う。スヌークは2隻を夕方まで追跡し、魚雷を3本発射。輸送船金庫丸、朝鮮優先、1264トンに魚雷を命中させて、これを撃沈し、もう1隻の輸送船大福丸、大道海運、3194トンは、金庫丸の運命を知らずに航行を続けたが、沈みゆく金庫丸の乗員がホイッスルを鳴らしたため、 敵の存在に気づく。大福丸は回避運動をはじめ、スヌークから発射された計2本の魚雷を回避した。その後美砲の砲撃をもって、スヌークを一旦は射程外に追いやる。スヌークは大福丸の頭を抑える体勢を取り、3本の魚雷を発射。うち1本が潜伏に命中し大福丸はの地点で沈没した。5月7日未明、スヌークはの地点で、 輸送船団を発見し接近。追いついて良い体制を取ったスヌークは最初に魚雷を四本発射した。魚雷は輸送船のボぼる丸、木原商船四千三百六十三トンに命中しこれを撃沈。また、他にも何隻かに損傷を与えたと判断された。五月十三日にはの地点で二千トン級輸送船を発見し、魚雷を二本発射して一本を命中させて、 激沈したと判断される。また5月16日にも、鳥島の西方で2隻の武装トロール船を破壊した。5月23日、スヌークは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。6月9日、スヌークは2回目の紹介で、南西諸島方面に向かった。6月24日朝、スヌークはの奄美大島近海で、 六隻の輸送船と二隻の護衛艦第三十八号昇海艇と水雷艇ハイアブサから、なる高カオ行きの第百六十九船団を発、魚雷を四本発射し、魚雷は特務艦オーセの全部と油タンクに命中して大破させた。スヌークは攻撃後一旦は深く先行し、やがて潜望橋振度に戻って観測すると、オーセが第三十八号昇海艇の護衛のものロノロ,ロと、 航行しているのが見えた。しかし、直後に航空機の制圧を受けて、止めはさせなかった。7月4日レ時前、スヌークはの地点で、レーダーで、ミーケ港からマ港に向かっていた第172、船団を捉えた。スヌークは、第172船団を追跡の上、2時30分頃から6度にわたって、魚雷を発射する。2時30分ごろに発射された k 級本の魚雷は、 輸送船リバプール丸、国際汽船、5865トンの左業船尾に3本、命中し、残りの魚雷も、陸軍輸送船後期丸、橋本汽船、5290トンに2本命中。後期丸は、間もなく沈没し、リバプール丸も栄光されたが浸水がひどく沈没した。3時40分頃から発射された計5本の魚雷は、1本が、海軍徴用船アトランチック丸。 国際汽船5872トンの船尾に命中し航行不能に陥らせたが沈没は免れた。その他の魚雷は応急タンカー白馬山丸太陽工業6641トンに向かったが命中しなかった。一連の攻撃の締めくくりはモンテビデオマル型輸送船に対する二度の攻撃で魚雷を計5本発射したが命中しなかった。 7月18日、スヌークは40日間の行動を終えて、真珠湾に帰祷した。8月18日、スヌークは3回目の紹介で、東、シナ海に向かった。途中、8月31日と9月1日には、南鳥島を攻撃する、チャールズ・エパウナル少将を率いる、機動部隊の支援任務で偵察と救助配備に従事し、攻撃後は、 通常の紹介に戻った。9月11日にはの地点で輸送船団を発見し、4000トン級輸送船に対して魚雷を2度にわたり3本ずつ、計6本発射したが、命中しなかった。9月13日未明、スヌークはの朝鮮軍島沖で第195船団を発見し、魚雷を6本発射。魚雷は日本が船団前列を航行中の台湾航路下客船。 大和丸、日本優先、9655トンに命中させて、これを撃沈した。その後は北上して、大連から出てくる、日本船を狙う。9月22日にはの地点で輸送船カツラハママル、土佐商船、715トンを発見し、魚雷を4本発射して1本を命中させ、再度魚雷を4本発射して、もう1本命中させて撃沈した。 9月29日にはの地点で400トンから500トンほどの木造船を発見し、浮上して3インチ方と機銃装者で破壊した。10月8日、スヌークは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。10月30日、スヌークは4回目の紹介で、ハーダー、パーゴとウルフパックを構成し、マリアナ諸島方面に向かった。 11月19日未明には、ハーダーが敵輸送船団を攻撃している様子を聴取。11月28日、スヌークはパーゴからの報告に基づいて、複数の目標を迎撃する位置に移動する。やがてトラック諸島に向かっていた第3123船団を発見し、23時55分頃にの地点で、艦首と艦尾の両発射管から魚雷を、計10本発射。 魚雷は特設運送、船山福丸、山下汽船、4928トンに命中して、撃沈する。日付が11月29日に変わって1時頃に、魚雷を計8本発射し、1時50分頃にも、魚雷を計6本発射。魚雷は、海軍徴用船、石賀の浦丸、三菱汽船、3512トンに1本ずつ、命中しての地点で撃沈した。 第3123戦団への攻撃で、すべての魚雷を撃ち尽くしたスヌークは、ここで紹介を打ち切った。12月7日、スヌークは38日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島、真珠湾に開港された。1944年1月6日、スヌークは5回目の紹介で、東、シナ海に向かった。1月23日未明、 スヌークはの小笠原諸島近海で一隻の大型輸送船と護衛艦を発見し、魚雷を6本発射。魚雷は特設砲艦マガネマル、日本海運3120トンに2本命中して、これを撃沈。2月8日には、の草垣軍島近海で、モタ霊に船団から発せられた煙を発見し、追跡の上夜に入って攻撃に移る。 の地点で魚雷を4本発射し、うち2本を陸軍輸送船白根山丸、三井船舶4739トンの船首に命中させたが、白根山丸は沈没せず、引き返し、これと相前後して陸軍輸送船リマ丸、日本郵船6989トンにも魚雷が命中して撃沈した。2時間にわたって21発の爆雷を投じられた。 スヌークはこれをしのぎきり、2月9日深夜から2月10日未明に、かけては、の地点で、対戦相当中の不設定化もめに対して、巨雷を4本発射するが回避される。2月14日夜には、の津島海峡で輸送船費、徳丸、中村汽船、3591トンを発見し、巨雷を3本発射して1本を命中させて撃沈。翌15日に、もの、 巨彩島沖で輸送船カモメ丸日本製鉄875トンを発見して、巨雷を2本発射して1本を命中させ、こちらも撃沈した。2月20日、スヌークワの1隻の大型空母と2隻の駆逐艦を発見するが、19ノットの速力で航行していたため7000ヤードまで接近するのが精一杯だった。 ミッドウェイ島に帰島途中の2月23日には、の地点で近在の両艦プランジャーと共に、輸送船団を発見、攻撃し、夜に入って、巨雷を5本発射。この攻撃で輸送船航用丸、東洋汽船5471トンを撃沈した。3月6日、スヌークは60日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。ハンターズポイント海軍造船所に開港され、 オーバーホールに入った。また、艦長が、ジョージ・ H ・ブローン少佐、アナポリス1934年組に変わった。6月24日、スヌークは6回目の紹介で、日本近海に向かった。7月12日にの潮の岬沖で2隻の輸送船を発見し、魚雷を4本発射して1つの命中を、長種、6000トン級輸送船の撃破を報じた。 7月27日に、モノ地点で2隻の小型輸送船を発見し、魚雷を6本発射したが取り逃した。この紹介では、この2つのもの以外に目標に対する攻撃機会は、なかった。8月14日、スヌークは51日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。9月6日、スヌークは7回目の紹介で、コビア、ポンフレットと共にウルフバックを構成し、 ルソン海峡方面に向かった。途中、9月25日にサイパン島に寄港し、整備の上10月4日に出港し、担当海域に進路を向けた。10月下旬には、スヌークはルソン海峡に近づきつつあった。この頃、ルソン海峡には、ドラム、アイスフィッシュ、ソーフィッシュからなるウルフパックと、シャーク、シードラゴン、ブラックフィッシュからなるウルフパックが張り付いており、 日本艦隊や輸送船団の動向を監視していた。10月23日夕方、折からの悪天候の中、ソーフィッシュがまた30船団に接触し、船団最後尾の特設運送船気味がわまる、川崎汽船6863トンを撃沈。スヌークはドラムのウルフバックに近接していたので、共にまた30船団への攻撃に加わることとなった。 スヌークは速力を上げ、10月24日零時前後に7500トン級輸送船に対して、魚雷を4本発射し、2本の命中を確認する。2時10分には、7500トン級輸送船と7500トン級タンカーに対して、魚雷を3本ずつ、計6本発射し、2つの目標に魚雷が、それぞれ1本ずつ命中したのを確認。この攻撃で、 7500トン級、タンカーこと、タンカー菊水丸、ダホ船、モトランダ船、イリス、三井船パクイタク、3887トンの、船首と艦室に、魚雷3本が命中して炎上した後、沈没した。間発入れず、1000トン級護衛艦に対して、魚雷を4本発射したが、命中した様子はなかった。5時頃には4度目の攻撃で、大型輸送船に対して、 魚雷を5本発射し、2本が命中して目標が沈没するのを確認した。スヌークの攻撃はこれで終わり、対比に移った。遊国に浮上し、シャークとの交信を試みたが、反応はなかった。2日後の10月27日未明には、2000トン級輸送船を発見して、魚雷を3本発射し、1本が命中して、ものすごい煙を発しているのが確認される。 スヌークは11月3日に味方パイロットを救助した後、11月18日に60日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、ジョンカイウォーリング中佐、アナポリス1935年組に変わった。また30戦乱攻撃でのスヌークの戦果は、菊水丸のほか、輸送船、第一マモリ丸、減少時、5878トン及び輸送船、あり、 山丸、三井船舶、6886トンの2隻も撃沈したと認定され、スヌークは3隻16651トンと、最も多くの戦果を上げたとする。しかし、日本側記録と、スヌークの記録を素直に信用するならば、第一マモリ丸の日なりと、有山丸の日なりは、それぞれ24日昼頃と24日夕と、記録されており、 一方のスヌークは5時頃の4度目の攻撃以降は、アクションを起こしておらず、他に攻撃を行った4隻も、両船の開い時刻に戦闘行動を行っておらず、どちらもシャークの来撃による戦火と思われる。また、シードラゴンの戦火として認定されている、陸軍徴用戦国竜丸、大阪商船、7369トンの飛行撃時刻にシードラゴンがアクションを起こしておらず、 ほぼ同じ時刻に、7500トン級輸送船に魚雷を2本、命中させたスヌークこそが、黒龍丸を撃沈した真の潜水艦の可能性も、ある。なお、スヌークの戦時日式祭の時刻と、日本側時刻との時差は、約1件である。12月25日、スヌークは8回目の紹介で、千島列島方面に向かった。エトロフ島近海から、 占い森島近海を行動したこの紹介の間、スヌークは2隻のソ連船及び1隻の小型警備艇にしか遭遇せず、小型警備艇はすぐに消え失せた。それ以外には、いかなる艦船にも遭遇せず、攻撃機会もなかった。1945年2月17日、スヌークは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。3月25日、 スヌークは9回目の紹介で、バング、バーフィッシュとウルフパックを構成し東、シナ海に向かったが、出撃直後に故障が発生して、一旦引き返し、3月28日に再度、出撃した。スヌークは、気象情報を送信する任務を続けた後、4月1日に、ティグロンと合流して、パイロットの救助任務を命じられた。4月8日に、スヌークは、のティグロンに、 その位置を知らせた。その位置は7時40分現在でのゼブラと称された地点だった。翌日、ティグロンから通信が行われたがそれは受信されなかった。スヌークはルソン海峡に向かったことが考えられた。4月12日にスヌークは先島諸島でイギリス第57任務部隊を救助支援する任を割り当てられていた。しかし4月20日、 第57任務部隊の司令官は、関西機がスヌークの担当海域に着水したが、スヌークとの通信は取れなかったと報告した。スヌークはその海域を偵察し、命令を確認することを命じられていた。スヌークからの通信がなかったため、バングがスヌークと接触するため、同海域に送られた。バングは到着し、漂流中のパイロットを救助したものの、 他の潜水艦を確認することはできなかった。5月16日にスヌークは喪失したものと推定され、ウォーリング仲裁下84名の乗員は戦死したものとされた。スヌークの喪失原因は不明である。一時期、イゴ第56潜水艦、e、イ56の乱撃が喪失原因とアメリカ側が記述したこともあったが、そのアメリカ側の記録では、 イ56は4月5日に撃沈されたとしてを、この説はティグロンの受信記録を踏まえると矛盾があって、現実的ではない。日本側の記録と照らし合わせると、第951海軍航空隊の水上偵察機が4月9日に潜水艦を攻撃している記録と、4月14日に朝鮮軍島付近で対戦戦闘を実施した海防艦沖縄第8号海防艦。 第32号解剖艦、第52号解剖艦の記録がスヌークの喪失原因として有力視されている。しかしながら、どちらの攻撃がスヌークを葬ったかを断定するには至っていない。スヌークは、その2年半の現役任務の間に17隻の敵艦を撃沈した。スヌークは、第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。